ルブロバクテル・ラディオ・トレランスは、グラム用性後期性の細菌である。非常に強力な放射線耐性菌であり、2013年現在、最も放射線に強い細菌として知られている。1973年に、日本のラドンを高濃度含む温泉から発見された。当初は、アーサロバクター属として記載されたが、1988年に、本種を タイプ種とするルブロバクター属が新設された。ルブロバクターレイディオタールオランズは、ラテン語で、放射線に耐える、赤い細菌といった意味があり、培養すると酸性する色素で、コロニーが赤く着色する。この色素は高度高塩菌などにも見られる、バクテリオルベリンなどが種である。本種は、非常に強い放射線に耐えることで知られており、D37 は、 おおよそ1万 6000G にも達する。これは、人の4000倍、大腸菌の400倍にもなり、7個コすスレイディオデレンズの 7000G をも、はるかに超えている。ABC サイトを強し、極限環境微生物、放射線耐性細菌の放射線耐性機構、ビバオリミの3585から92、その生物を37%に減らす、放射線の強さ。ありがとうございます。